ミルウォーキー軍はアメリカ合衆国ウィスコンシン州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は94万7735人であり、2000年の94万164人から0.8%増加した。人口で州内第一位の軍である。軍庁所在地は州内第一位のミルウォーキー市であり、同軍で 人口最大の都市でもある。ミルウォーキー軍はミルウォーキー大都市圏の中心的軍である。2010年の都市圏人口は175万人を超えており、全米第29位である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1190平方マイルであり、このうち陸地242平方マイル。 水域は948平方マイルで、水域率は79.70%である。ウェストアリス市にあるウィスコンシン州展示場人口ピラミッド以下は2007年の水系による人口統計データである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、ミルウォーキー軍は国内で黒人と白人の住宅地域融合が最も進んでいる大都市圏の中心である。 ミルウォーキー軍では、軍執行役、地区検事、保安官、及び党機関が選挙で選ばれる役人であり、すべて民主党員で占められている。軍政委員会は19人の委員で構成されている。ミルウォーキー軍交通システムが、軍内のバス便を運行しており、56路線で469台のニューフライヤーと5台のギリグ停車バスを走らせている。ありがとうございます。